はい、はい、ちょっとこっちの画面を大きくしてみましょう。ちょっともしかしたら今日不安定かもしれませんので、もしかしての日かもしれませんので、ね、はい、ちょっとあいにく申し訳ございませんが、なんともできないですよねこれね。そうなんですよ、あのインスタグラムの方で今配信させて、はい、いただいてますので、もしよかったらそれの方からぜひご覧くださいませ、はい、ではちょっとこんな中ではございますが、申し訳ございません、はい、ショップクーポンですね、発表させていただきたいと思います。本日のショップクーポンはこちらです。はい、出ました。2738でございます。はい、でこちらのショップクーポンの使い方なんですけれども、はい、ソーソーのホームページ上でカート商品をカートに入れていただいて、お客様情報の入力などを終えていただいたその後に、あの配送設定 の, あのところにあのショップクーポン入力欄というのがありますので、そちらの方に先ほどの2738とあのご入力いただけましたらと思います。あ、やっぱり公式のサイトから見れなくなってますってなってますね。あら、ちょっと画面外出ます ね, ね、一回こっち消してみましょうか。こっちを消させていただいて、はい、すいません、不具合が発生しておりまして、ちょっとなんとかします。ちょっと商品を写しておきます。今日はね、子供のキサラギという商品をご紹介させていただこうと思っております。そうなんです、可愛いので、まあね、一応ちょっと3種類コーディネートもですねご紹介しようと思っておりますので、先に見ちゃいましょうか。もうね、こんな時ですから、はい、ちょっと見ていただきましょう。もうね、小さいだけで可愛いっていうのはもうこれ分かりきったことですんで。いや、そうです、そうです、はい、本当に本当にね、間違いないので、いいですね。3姉妹かな。あ、そうなんですよ。あ、3姉妹、はい、その設定、その設定、その設定。そうでしたか。一応そういう感じで、はい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 、すいません、ちょっと今ね、ちょっと不具合発生してまして、ホームページのライブ配信の方を今接続ちょっと新しいのでし直してまして、はい、ちょっと今お時間を頂戴しております。インスタグラムの方は見えているみたいですね。あ、今ホームページもしかしたら出たかもしれません。あら、ちょっと画質がですね、はい、悪いようなんですが、出ましたか。一応てるかな、こんな感じです。あ、出ましたか。出てますかね。どうでしょう、ちょっともしかしたら不安定な状態が続くかもしれないんですけれども、はい、よろしければあのインスタグラムの方は今問題なくご視聴いただけてるようで、ね、インスタグラムは見えてますってコメントいただいてます。はい、ですのでちょっと皆様お手数ですが、よろしければインスタグラムの方からも見れますので、ぜひそちらから。公式サイト来た、来ました。あ、来ましたか。大変お待たせしました。すいません、ちょっとですね不具合が発生しておりまして、はい、ちょっと不安定な状態ではございますが、このままでは、はい、あの本編行かせていただきたいと行ってみましょう思います。はい、はいはい、というわけで本日はですね、あの冒頭でもご紹介させていただいたこちらのキサラギ狭森という商品を紹介していきたいと思います。はい、で一応あの今日も親コーデができるっていうのも、それもちょっと合わせてご紹介していきたいんですけど、私が今着てるんですけれど、はい、はい、キサラギというのが、まあ、あの2月のあの2月ってキサラギじゃないですか。そうですよね、はい、はい、その時期にまあ着れるこうアイテムとして、まあ大人用と子供用といろいろご用意させていただいてます。はい、大人用は一応その、まあ夏の朝の生地とかでもご縁があって、まあ、1年中結構人気のある商品なんですけれども、はいはい、わらびきの商品はですね、キサラギの狭森、はい、こちらに実はリボンのようなこの飾りがついているのが特徴でして、そうなんです。これがもう狭森っていうんですけれども、なんぞやということなんですが、これがお守りなんですね。昔、まあ、昭和戦前あたりに、まあ、不慮の事故で子供がこう亡くなることが結構多かったみたいで、それをこう、まあ、防ぐというか守るためにこう服にこういった感じでリボンをつけてこうお守りにしてるという、はいはい、着物とかによくつけられてたみたいなんですけ ど、それをちょっとまあ子供の健やかな成長を祈ってこういうふうなお守りがついてます、うん、いいですね、これがちょっとなんかリボンみたいな感じで可愛いですよね、背中も、うん、
色もこんな感じでいいですね。それぞれご用意させていただいてます。で、ウール 100% の、 あの素材でできてまして、大きさは、大と小の2種類です。小、はい、がだいたい100から110、はい、大サイズが120から140まで来ていただけます、はい、結構幅広く、まあ、体型を結構拾わないので、うんうん、はい、すごくゆったりとしていて着やすいのが特徴的でございます、うんうんうん、で紐もこんな感じで内側と外側についてるんですけれども、はい、もちろんあのくくらずにこうバサッと羽織って着ていただくのもすごく可愛いと思いますし、うんうんうん、あのこんな感じで留めるとよりこう和装感がグッと着れますね、上がるんじゃないかなと。紐もなんかね、羽織紐みたいな感じでめっちゃ可愛いですよね。はい、はい、あ、1個質問来ました。はい、子供用の XL は小柄な大人も羽織れますか？これがですね、あの店頭でも結構あのいろいろご紹介、お問い合わせいただくことが多いんですけれども、はい、あの私150身長6センチなんですけれども、はいはいはい、でも大サイズ実はいけるんですよ。本当ですか？いや本当かなと思って今日着てみたら、はい、あ、着てみたけど全然いけるんですよ、はい、というのも本当にさっきあのお伝えした通りこう体型を拾わないので、はいはいはい、結構その、まあ、短くはなるんですけどね。ああ、なんかねそういうもんって感じでね。そうなんです、はいはいはい、なので、まあ、あの例えば一応大サイズが140までなんですけれども、はい、145センチとか150センチ前後の方だったら全然そのわらべぎの方のキサラギの大サイズでも全然いけると思いますし、逆に、はいはい、あのゆったり着たいって方は140前後の方でキサラギの大きい大人用のサイズを着る方も結構いらっしゃるかなと思います。まあ、丈はそんなにこうものすごくバーッとこうあの、ね、長くなることでもないので結構意外といけるんじゃないかなと思います、うん、であの大人用もキサラギあの短丈と長丈、あの長い方と短い方2種類ご用意しているので、うん、好みに合わせてぜひそのあたりを選んでいただけたらいいんじゃないかなと、はい、思います。刺繍飾りをつま盛りみたいにつけて楽しまれてる方もおられますね。めちゃめちゃいいアイデアじゃないですか。確かに。なるほど。それいいかもしれないです。結構あのスタッフの中でもお客様でもこう、はい、キサラギのここにこれちょっとちっちゃい方だけど。やっぱりね。やっぱりちょっと、はいはいはい。はい、あの、まあ、これ紐もついてるんですけど、例えば、はい、私たまにするのがよいしょ、ここに刺繍飾りピュッてつけて、なんかボタンみたいな感じで、ちょうどその結び目のとこね。あ、そうなんですよ、はいはい、つけてもらうのもすごいワンポイントで可愛いと思いますし、はい、まあ、胸元にもちろんつけて楽しんでいただくのもいいかなと。つけ放題。でも確かにこう大人用はこんな感じなので、はい、あの背守りがついていないので、ここになんかつけても可愛いかもしれない。猫の刺繍飾りとかつけてもいい、まあ、いろいろたくさん種類はあるので、はい、ぜひ楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います、はい、で一応コーディネートの紹介なんですけれども、はいはい、一応3体ご用意してます、はい、まあ、目安としてまあ80、90のサイズの子と、はい、まあ、100、110の M サイズぐらい、はいはいはい、でこっちが一番大きい XL でちょっといろいろご用意させていただきました、はい、一番ちっちゃい80、90の子は小サイズでこんな感じの丈感です。めっちゃ可愛いですよね。ねえ、うんうんうん、こんなんが始まったのね。ねえ、いいですね。可愛いですよね、はいはい、一応そのキサラギはこうなんか結構カチッとしたイメージがあると思うんですけど、はい、晴れの日とか、うんうんうん、なんかこうそういうちょっとフォーマルな、まあ、フォーマルなイメージありますかね。はい、あると思うんですけど、はい、もちろんそこの場面でも使っていただけるんですけれども、うん、ぜひあのそれ以外の普段着でぜひ着てもらいたい一着かなと思います、うん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 、雰囲気出ますしね。そうなんですよ、これ一つで。そうなんです、はいはいはい、もうあの何ですかね、デニムとか普通のパンツの上にこういうのを着たりしてもめちゃめちゃ可愛いので、うんうんうん、ぜひこう問わずこういろいろ着ていただけたらいいんじゃないかな。普段着としてぜひ着ていただきたい一着でございます、うん、お願いします。はい、でこちら可愛くないですか。可愛いですよ、それは可愛いですよ、はい、それはもうで、一応あのもちろんなんか、はい、キサラギ、まあ、大人用だと着衣で販売してるので、はい、なんか女の子とか女性の方のイメージが結構ある方も多いと思うんですけれども、はい、もちろん男女兼用でございますので、はい、あのわらべぎも男の子も全然いけちゃいます、うん、いけちゃいます、はい、はいはい、で
一応真ん中の子がちょっとこう男の子をイメージして。あ、なるほどね。そうなんです、そのイメージでちょっと青っぽくで、はい、はいはい、青っぽくしてます。はいはい、じゃこの男の子いたらめっちゃ可愛くて。そうやね、モテる子供かもしれないね。そうですね、ちょっとなんか雰囲気ちゃうしね。はい、はい、こうちょっとゆるっとこう、はい、ダボっとこう合わせて、しゃれてるしゃれてる、はい、で、うん、下はこうパンツはすっきりめで合わせてもらう、うん、でこうちょっとちらっと数字とかが、ね、素数が見えるのもものすごくおしゃれで可愛いんじゃないかなと思います、ね、ブルーが綺麗って言ってますね。綺麗ですよね、はいはいはい、私あの一押しがこのお色です。あ、この青色、ね、はいはいはい、めちゃめちゃ青、なんですかね、水色とかではなくこう青緑の色が、うん、なんか混ざってますね。そうなんです、はいはいはい、これがまたこういい色ですよね。いい色です、いい色です、はい、はいはい、で一番、あ、さっき脱がしちゃった。あらら、一番大きい子がですね赤色を着用してるんですけど、この子が一応まあ130ぐらいの、まあ、一応 XL を着せてるんですけど、はい、こんな感じで着ていただいても可愛いんじゃないでしょうか。うん、いいですね、はい、仲良し可愛い、まあ、めっちゃ可愛いですよね。今年のその着衣の、あ、そうなんですね。そうなんですよ、今ちょっとやってるんですけど、はい、14周年、はい、はい、こう親コーデができちゃうってことですよ、うん、はいはい、はい、仲良しのテキスタル結構いろんな商品とかになってるので、やっております、長方形ですとか、はい、モスリのボア襟巻きですとか、はいはい、それで親子でちょっとね、合わせていきましょう。リンクコーデもリンクコーデすごく可愛いと思いますよ、はい、いいですね、はい、で一応ちょっとまあ比較として、はい、着衣で扱ってるあの短丈をご用意しました。短い方の丈のキサラギを。そうなんですよ、これをですね、はい、ちょっとこの一番大きい子に着せるの、逆パターンね、はい、子供のサイズを大人が着れるかっていうのじゃなくて、はい、大人用の短丈を子供が、はい、切れるのかという。切れるのかと。全然切れます。いけちゃいます。こんな感じです。はい、いけちゃいました。逆にこのなんかこうドレープ感がふわーって、はいはい、大きいダボっとしたシルエットがまたこうね、なんかおしゃれでいいんじゃないかなと。うん、雰囲気出ますね。はい、はい、思います、はい。迷われたら、まあすっきりそのわらべ着の方でもいいと思いますし、はい、もちろんもう長く着ていただくのであればこう着衣の方でも。いいんじゃないかな。いけますね、はい、思います、はい、これちなみに短丈なので、はい、長いとちょっと割とすごい長いことになっちゃうのでずりますかね、はい、うん、まあ、短丈、短丈の方でいきましょう、はい、はい、よろしいかと思います。思います、はいはい、で一応まあお色はこの3色でわらべ着はご用意しております。はい、はい、白もいいんですよ、あのかわいい紐が赤色で、はい、いいですね、後ろも赤なんです。はいはい、まあ、卒園式とか、うん、入園式とか、いいですね、そうなんですよ。そのあたりで、まあ、七五三とかでもすごく人気のあるこの商品なんですけれども、はい、まあ、この場面でも普段着としてもぜひ着ていただきたいと思います。はい。はい、というわけでですね、はいはい。あっという間ですが、本当ですね。はい。本日はわらべ着より。キサラギの狭森をご紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で、お知らせでございます。お知らせ、はい。はい。よいしょ。そうそうでは、ブログを毎日更新しております。はい。YouTube のチャンネル登録と、よろしければ高評価もぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。ではですね。はい。来ましたよ、じゃんけん。出るのか、出るのか、出ますよ、やつが。現れた、よいしょ、現れた、現れた。わらべ着の、はい、お供ですよ、じゃんけん。この時出てくるんですよね。そうなんです。はい、では、一緒に、じゃんけんしていきたいと思います。思います。せーの、はい、わらべ着じゃんけん、じゃんけん。よいしょ、出たよ、パーです。本日はパーでございます。はい、持つものがたくさんあるのでね、一人だとね、そうなんです、ちょっと持つものがね、はい、本日も、はい、はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、明日も20時にライブ配信でお会いいたしましょう。ほな、はい、また、さよなら。